はい、それでは今日の授業に入りたいと思います。と前回はですね、その、痴漢という話に入りまして、で、痴漢の定義をしまして、でそれから巡回表示と巡回痴漢というものの定義まで、いったと思います。で、そのですね、最後の方でやりました巡回表示と巡回痴漢に関してちょっと補足がありますので、まずそこから説明いたします。巡回表示の例を一つ書いてみました。教科書の65ページにありますけれども、こういう巡回表示ですね、もう一回と先週やったことを復習しますと、このもともと痴漢というのは、その、1がどの数字に行って、2がどの数字に行ってっていうのを、2行の行列のような形で表していたんですが、その痴漢をですね、例えば1から始めて、この痴漢の場合ですと1が2に移ると、で今度は2がどこへ移るかっていうのを調べると2が3に移ると、 で最後にその3がどこへ移るかって3が1に移るっていうところで、こうぐるっと一回りできるその数字の対応を、こう一組の括弧で並べた数字の組として表したっていうのが巡回表示ですね。でしかもそのこういう並びをその、1から N まで全ての数字について、その数字を順番にその与えられた痴漢に従って数字をたどっていって、で戻っその一回りしたところの組をこう括弧でくくって表したというのを巡回表示と言いました。で、この巡回表示に現れますその各々の括弧で囲まれた数字の列をサイクルということにします。授業で使っている講義の教科書には特段とこういう定義はないんですけれども、他の線形代数の教科書や資料を見ますと、いくつかの例本でこういう定義をしているものがありまして、で今後その、痴漢に関していろいろな話をする際に、その一時ですね、括弧で囲まれた数字の列っていうのは結構面倒ですので、サイクルというふうに呼ぶことにしまして、今後必要な時に使いたいと思います。でそれから、この巡回表示のサイクルに関してですけれども、サイクルの長さという言葉も定義しておきます。でこれは、この各サイクルにですね、現れます数字の個数のことをサイクルの長さということにします。ですので、例えばこの教科書の65ページにありました、このような巡回表示を持つ痴漢の例ですと、そのサイクルというのはここに現れた1、2、3
を括弧でくくった列ですね。これが一つのサイクルです。で、これであとは5、6を括弧でくくった列も、もう別のサイクルというふうに言います。だからこれ、それぞれがサイクルなんですね。で、そのサイクルの長さというのは、その各サイクルに現れる数字の個数ですので、例えば、この例ですと、この1、2、3のサイクルの長さは、数字が3つ現れてますから、3ということですね。長さ3のサイクル。それから、こちらの5、6は、長さ、2のサイクルというふうに呼びます。で、ついでにですね、巡回置換に関しても、巡回置換の長さという言葉を定義しておきます。で、一応ですね、この話に入る前に、その巡回表示と、それから巡回置換という言葉、2つ出てきました。で、どちらも巡回という言葉が入っていて、非常に似たもののように聞こえますけれども、ものとしては異なりますので、区別してください。で、どう違うかというと、巡回表示というのは、その与えられた置換を、このようなサイクルのですね、いくつかのサイクルの並びで表したものです。で、それに対して、巡回置換というのは、この置換をですね、巡回表示で表したときに、このようなサイクルがただ一つだけ現れるような置換ですね。ですので、この教科書のこの例ですと、この置換は巡回表示のときにサイクルが2つ現れますので、これは巡回置換とは言いません。で、逆に、例えば、前回のですね、講義で扱った巡回表示の例ですと、1、2、5、3と、こういった、ただ一つのサイクルからなる巡回表示を持つような置換を扱いましたので、こういった置換のことは巡回置換と言います。という区別に注意してください。で、そうしますと、その巡回置換というのは、その結局、巡回表示を、すなわちサイクルを持ちますので、サイクルの長さを使って巡回置換の長さという言葉を定義します。巡回置換の長さは、その置換に現れるサイクルですね。先ほど説明しましたように、この巡回置換にはただ一つのサイクルしか現れませんから、その置換に現れる、ただ一つの、と言ってもいいですね。括弧してただ一つのサイクルの長さ。このサイクルの長さのことを、巡回置換の長さということにします。後ろの人、もうちょっと声が上がります。これくらいですか？はい。ということで、一応これが前回の巡回表示と巡回置換に関する補足ですが、何か質問などありますか？はい、いいですかね。はい。じゃあ今日の内容に入りたいと思います。今日は、教科書の66ページですね、セクション 3.2.1 の偶置換と奇置換という説をいきます。ただし今日はここのセクションのタイトルにあるその偶置換や奇置換の概念までにはちょっと入るのは難しいんじゃないかと思います。実はその偶置換や奇置換の話をする前に、
痴漢の月ですとか逆痴漢ですとか五感ですとかといったいくつかの概念を準備する必要がありますので、まずそういった偶痴漢とか奇痴漢を議論するために必要な道具の準備から行います。ということで、まず最初に痴漢の席というのを定義しましょう。痴漢の席の定義なんですけれども、まず、2つの痴漢を用意します。1つはこれシグマというので、前回も使いましたので皆さん覚えているかと思いますが、これは皆さん分かりますかね。ファイです。これはギリシャ文字のファイと言います。で、シグマとファイを、この SN っていうのも確か前回初めて出てきた記号だったと思いますので、復習しますと、この SN というのはその N 文字ですね、数字の1から N までの集まりを考えて、その中でのその痴漢全体の集合ですね。ですので、このシグマやファイというのは1から N の数字をこう別なものに取り替えるような、そういう痴漢のことを言います。まずそういう対象を扱うということに注意してください。で、この時このシグマとファイの積というのを定義するんですけれども、書き方は、シグマ、白丸、ファイというふうに書きます。で、この積というのを、どのように定義するかというと、その今、このシグマやファイは、数字の1から N を、別の1から N のどれかの数字に移すような、そういう、写像でしたので、そしたら、このシグマとファイの積を定義するには、そのシグマとファイによってその1から N までの数字がどこへ移るかということを定義しなければなりません。で、それをどのように定義するかというと、このシグマ丸ファイの I をですね、シグマカッコファイマイナス i と。意味は、まずファイで数字の i を移しなさいと。で、移したものを今度はシグマで別な数字に移しなさいと。そういうように定義をします。で、i は1から n の数字ですね。だから1から n の数字をまずファイで移すと。で、その結果を今度シグマで移すということで、このシグマ丸ファイというそのシグマとファイの積を定義します。まずこれが、今日最初にやるその痴漢の積ですので、よく覚えておいてください。で、ちょっとまだ書いてる人は書きながらでいいのでちょっと聞いてほしいんですけれども、まずこの積を定義する際にですね、気をつけなければならないことは、数学をやる上でですね、こういうものを定義したいと思ったときに、そもそもですね、このシグマ、このように定義したものが、その SN
の源かどうか、すなわち、こういうものが、ま、再びこの SN の置換になるかどうかっていうことをちゃんと確かめておくことは数学では大事な話です。というのは、今ですね、そのシグマとファイは置換なんだけれども、ある掛け算を定義したら置換じゃなくなってしまいましたってことになると、そこから先、その置換の話をしようとしているのに置換じゃないものが出てくると非常に問題なわけですよね。ですので、一応ですね、このシグマ丸ファイというのは、もうこれも置換ですということはちゃんと言えます。で、どうやって言うかは、シグマやファイが全端者であることから、全端者の合成写像は全端者であるっていう話がですね、確か、教科書のですね、この第3章の、おしまいの方に写像のとかの図式で出てきていたと思いますので、具体的に言いますと、教科書95ページですね、教科書95ページの、例題 3.13 というのがあります。でそこを見ますと、F と G が全端者なら F 丸 G も全端者であるという命題があります。ですので、このシグマ丸ファイもまた置換になるというのは、このですね、全端者の合成写像がまた全端者になるという事実に基づいて、ちゃんとこの積も、置換の積はまた置換であるということに気をつけてください。というのが1点目ですね。はい。それでは、一応ですね、置換の積っていうのをやったんですけれども、ちょっとこれだけでは、なかなかその実態をつかむにはちょっと難しい気もするので、一応ちょっと例題をやってみましょう。多分これから演習の授業でもその置換の積を計算しましょうなんていう話をやると思いますけれども、一応実際にこうやって計算するというのを見ていきましょう。教科書の66ページの一番上にある問題 3.1 というのがありまして、問題 3.1 には次の置換を巡回表示せよという問題が載っているんですけれども、そこのですね、括弧1と括弧2の置換を取り上げましょう。括弧1は、これをシグマと置きますけれども、こういう置換ですね。それから、括弧2の置換をファイと置きますと、ファイは、1、2、3、4、5の、3、4、5、1ですか。3、4、5、1、2と。で、これに対して、その積ですね、積、置換の積、シグマ丸ファイを求めてみましょう。で、まず、シグマ丸ファイというのをこう形式的に書いてみますと、この2つの置換をこう並べて書きますので、
まずこう並べて書きますね。でそれからこちらが π が、こういう形でまずこう書きまして、で今度はその1から5の数字をですね、このシグマ丸ファイで移していくとどう移るかということを順番に調べていきます。で順番にやりますと、ちょっと上の黒板の下の方を使いますけれども、まず、1を移しましょう。1を移すと、定義ではまず1をファイで移してから、シグマで移せって言うんですね。で、右側がファイで左側がシグマですから、まずファイで1を移すとどこへ移るかというと3に移ります。でこれをシグマで移しますので、ここは4になります。いいですか。で同じようにこれを今度はシグマ丸ファイで2を移すわけですね。で2を移しますと、まずファイで2を移したものを考えますから、2をファイで移すと4に移ります。で今度は4をシグマで移すと、そうするとこれ2に移ります。で、3についても同じことをやりましょう。でそうすると、まず3をファイで移しますと、これ5に移りますので、この5をシグマで移しますので、これ1ですね。で4番目は4をまずこうファイで移しましょう。4をファイで移すと1に移りますから、この1を今度はシグマで移すと、そうするとこれが 5に移るということになります。で最後に5をこのシグマ丸ファイで移す場合には、まずファイで5を移しますので、2がファイを5で移すと、ファイで5を移すと2が2になりますよね。ですので今度は2をシグマで移すと、でそうしますと、3というふうになります。で以上からですね、よってシグマ丸ファイというこのシグマとファイの積はどういう値観になるかというと、1をまず1,2,3,4,5って書いておきましょう、上の方にね。で1を4に移すと、それから2は2に移すんですね。で3は1に移して、で4は5に移す。で最後に5は3に移すと、こういう値観になることが分かります。
ここまでいいですか。でついでにですね、このシグマ丸ファイの巡回表示も求めてみましょう。巡回表示を求める際には、これは、まず、そうですね、例えば1から始めて、1がどこへ移るか、その先の数字がどこへ移るかっていうのを順番に調べます。ですので、まず1がどこに移るか見ると、1が、4に移りますよね。で、今度は、4がどこに移るかっていうと、4は5に移る。で、その次に、5はどこに移るか見ると、5は3に移ってます。で、3がどこに移るかっていうと、1に移りますので、ここで、こう、一つのぐるっと回る数字の列ができるわけですね。で、これから、1453という一つのサイクルができます。で、次にやることは、このサイクルに現れなかった数字が、どのように動くか、別のサイクルができるかどうかということを調べることです。で、1453が現れましたので、この中に入っていない数字は2が入ってないですね。で、2は、どこへ移るかっていうと、実は自分自身に移るわけですね。そうすると2は長さ1のサイクルになるということで、このシグマ丸ファイの巡回表示は1453と2を並べたものなんですけれども、この高等置換以外の場合にはこの長さ1のサイクルは省略できますというルールを先週やりましたので、で最終的にはこれ1453というこういう表示になります。ということで、今日この例題に対してですね、まずそのシグマとファイの積を計算しまして、で次にシグマとファイの巡回表示を計算しました。で、シグマとファイの巡回表示を計算したところ、その長さ2以上のサイクルが1つしか出てきませんでしたので、このシグマ丸ファイという置換は巡回置換であるということも分かりました。というのが大体この巡回表示ですとか、それから置換の積の計算の基本ですので、一応これから皆さん演習問題もやると思いますが、よく確認して問題に取り組んでほしいと思います。ここまで何か質問がありますか。はい、それからですね、あと、一つ注意を述べますと、今ですね、その、シグマとファイの積を計算しました。で、これ実は、シグマとファイの順番を取り替えますと、ファイとシグマの積っていうのも計算できると思います。ちょっとこれは実際に皆さんで具体的な計算をやっていただきたいんですが、で、この置換の際にですね、その、気をつけてほしいのは、このシグマ丸ファイとそれからファイ丸シグマっていう2つの積は必ずしも常に等しいとは限らないという点に気をつけてください。すなわちその置換の積は一般には可換とは限らないということに気をつけてください。もちろん可換な場合も存在は
存在することはあります。それってまず最初にそのこの授業今まででは2つの地下の積というのを考えましたけれども、その我々がその数学でこう積として扱う対象を見ますと、大抵2つのものの積で終わることはまれでして、大抵の場合はこう3つの何かの積とか4つの何かの積とか、数の場合も行列の場合もそういった3つ以上のものの積を扱うのがよくあると思います。ですので、じゃあ痴漢に関してもその3つ以上の痴漢の積っていうのを、まあ、当然扱う場合が起こりうるわけですね。でその際にじゃあどういう順番で積を計算したらいいのかと、で例えば、3つの積痴漢の積を計算しようと思ったらですね、例えばその1番目と2番目の痴漢の積を計算してから3番目の痴漢をかけるとか、あるいは、2番目と3番目の痴漢の積を計算してから1番目の痴漢とかけるか、そのどっちがいいのかと、もしくはこの両方の結果は等しいのかということがこうしばしばいろんな世界では問題になるんですけれども、一つその皆さんにこういいニュースはですね、実はこの両者は等しいということですね、すなわちその前の積から計算して後の痴漢にかけても、後の積から計算して前の痴漢にかけても等しいと。でこれを、数学では結合率とよく言います。で、それに関して一つ補題が教科書に載っていますので説明しましょう。教科書の67ページの補題 3.2 ですね。で、補題 3.2 はこれ結合率と呼ばれるルールですけれども、痴漢の積は結合率を満たします。で、もう少しきちんと書いておきますと、すなわち、シグマ1とシグマ2とシグマ3が、まあ、N 文字の、数字の痴漢のときですね。痴漢のとき、シグマ1とシグマ2を最近にかけてからシグマ1と積を取った場合と、シグマ2とシグマ3の積を先に計算してからシグマ1との積を取った場合のは等しいと、両方は等しいというのは結合率です。で、まあ、証明は、まあ、一応この痴漢の積を考えますと、結局痴漢というのは N 個の
1から N までの数字の集合内での全端者ということでしたので、まあ、その全端者という事実に基づいて考えると、それほど難しくはありませんが、一応僕の講義ノートには証明をつけてありますので、まあ、必要な人は参考にしてください。で、この、まあ、結合率が成り立つと、その何が言えるかというと、補題 3.2 より、この痴漢の積という計算はですね、この積を取る順番によらないということが分かります。すなわち、例えば3つの痴漢の積でしたら、まあ、前の方の積から計算してもいいし、後の方の積から計算してもいいと。よらないよって、その、まあ、括弧を省略することができるって言うんですね。本来この痴漢の積というのは、2つの痴漢に対してその定義されたものだったんですけれども、その痴漢の積というのはこの積を取る順番によらないということですから、その別に括弧を外して書いても問題ないということですね。どの順番で積を計算しても良いと。でしかも、この今のこの補題はこの3つの痴漢の積に関して言っていましたけれども、これが例えば4つの痴漢の積についても同じことが言える。5つの痴漢の積についても同じことが言えるということで、その、まあ、2個の、少なくとも有限項に関しては、同じように、その痴漢の積はどこから計算しても等しいということが言えます。ですので、この痴漢の積に関しては括弧を省略するして、このように、まあ、表すことが可能になります。ここまでいいでしょうか。じゃあ痴漢の積に関してはこのぐらいの話をしまして、じゃあ次に逆痴漢というものの話をしたいと思います。まずその逆痴漢の定義なんですけれども、このシグマをある痴漢としましょう。でこのシグマに対して、まあ、こういうファイというのが出てくるんですけれども、この、まあ、ファイで、ファイは痴漢なんですが、このファイ丸シグマとシグマ丸ファイが、の積がですね、高等痴漢になるような、この SN の痴漢ファイを、まあ、シグマの逆痴漢と
呼ぶことにします。で、数学ではよくあることなんですけれども、まず逆置換というものを定義した段階では、こういうものがもし存在するならば、このファイを逆置換、シグマの逆置換と呼ぶと言っているだけで、じゃあ数学の場合はそのよくこの存在というのを気にするんですが、例えばこの勝手なこのシグマをっていう置換を取ってきたときに、このシグマの逆置換というのは常に存在するんですかっていうことがまずこう疑問として頭に浮かぶわけなんですね。で、実は次の命題でですね、その逆置換というのは必ず存在して、しかもただ一つだけ、つまり与えられた置換に対してその逆置換はただ一つだけ存在するということが、言えます。任意のその N 文字の置換ですね、の置換 SN の元シグマに対して、シグマの逆置換というのはただ一つ存在します。今ですね、ここにそのアルファベットの A を逆にしたような記号を追加しました。で、これは多分皆さんこれまでの数学の授業で出てきたかと思いますけれども、任意のっていう意味ですね。だからこの、SN のに属する全ての置換に対してっていう意味ですね。全ての置換に対してその逆置換というのはただ一つ存在します。で、2つの事実を言っていて、まず逆置換が存在するということと、それからその逆置換はただ一つであるということ、二つのことを言っています。でよってですね、このシグマの逆置換はただ一つ存在しますから、これはシグマのマイナス1乗と書いてシグマインバースというふうに日本語では呼んでいますが、シグマの逆置換はただ一つ存在しますので、これを特別な記号ですね、シグマに対する特別な記号としてシグマインバースという記号で表します。で、この命題の証明はここでは説明しませんけれども、これもやはりその置換の定義に戻ってですね、置換がその N 文字、N 個の数、1から N までの数字の間の前端者であるということに基づいて証明をします。ですので、皆さん多分演習の授業で何度か扱われたかと思いますけれども、その写像というのはここでも非常に重要な役割を果たしています。数学を理解する上では大切な要素ですので、皆さん少なくとも数学に少しでも近づきたいと思う人はですね、頑張って写像のところも
よく勉強してほしいと思います。ここまでいいでしょうか。じゃあ、逆置換がですね、ただ一つ常に存在するって言ってるんですけれども、じゃあそれはどういうふうに求めればいいんですかっていうのが、気になる人いるかもしれませんよね。で、僕も専門が計算奇数学という分野で、単に存在するだけではなくって、存在するものをやはり計算しないと気が済まないといいますか、計算する手順を示すとかそういうことに関心がありますので、一応その逆置換の求め方をですね、ちょっと簡単なところから少し説明しておこうと思います。逆置換の求め方なんですけれども、大体その置換シグマっていうのは、1から2と n まで並んだ数字に対して、じゃあ1をどこそこに移す、2をどこそこに移す、で最後に n をどこそこに移すという、こういう数字の並びで与えられているはずですね。今はその一般的な置換に対応できる表現をするためにわざとシグマ1、シグマ2っていうふうに書きましたけれども、実際の置換ではここに具体的な1から n までの数字が何らかの順番でこう入っているわけです。で、これに対してですね、この逆置換シグマインバースはまずどのように求めればいいかというとですね、この2行をひっくり返しましょう。すなわちこの第2行にあったものを第1行に持ってくる、同じ順番でです。ここにあった現れた順番にこの第2行の数字をそのまま第1行に持ってくる、そして第1行の1から n までの数字を下に並べます。まずはこれでこのシグマインバースが求まったことになります。どうすればよいと。で、実際にはですね、これ、シグマの第1行と第2行をひっくり返しただけでは、第1行の数字の並びが1234 n というふうになっていませんから、それはどうすればいいかというと、まずこれを求めた後で、あとはこの上の数字が1234 n になるように、この列をですね、うまく入れ替えれば OK ということになります。ということで、ちょっとこれですね、実際にこの例題をやってみましょう。例題としましては、ちょうど先ほどですね、その置換の積で求まったシグマ丸ファイというのがありました。上の例題より、この先ほどの置換の積で求めたシグマ丸ファイを使ってみましょう。これは1,2,3,4,5、それから4,5,2,4,2,1,5,3に移す置換でしたね。いいですかね。で、じゃあこれの逆置換を求めましょうと。で、に対し、
じゃあこの逆置換なんですが、まず、この上下を行をひっくり返します。何も考えずに上下をひっくり返す。で、順番を同じように書きますから、まず第2行を第1上から書きますと、これ4、2、1、5、3並びでこう上に上第1行に書くわけですね。で、もともと第1行だったものを1、2、3、4、5を下の行に書きます。もう一度確認しますと、この第2行をこう第1行に持ってきまして、第1行を第2行に持ってくるわけですね。で、一応これで本質的な計算は終わったんですが、一応ですね、この置換というのは普通、上の行ですね、上の行が1、2、3、4、5という数字を並びにして、で、それぞれの数字をどう移すかっていうのを書き方にした方が気持ちがいいですので、まあ、これは気持ちの問題に過ぎないかもしれませんが、多分、テストなどで答案を出すときには、これよりかは、上の行を1、2、3、4、5にしといた方が、多分採点する先生や TA の人には喜ばれるかと思います。ということで、じゃあ上の行をですね、1、2、3、4、5に、直すにはですね、結局これはその、まあ、行列みたいな感覚で言うと、列の入れ替えをやってるわけですね。列の入れ替えをやりますので、下も同じように、例えば1なら1に対応する数字、2なら2に対応する数字をこう下に持ってくると。そうしますと、この場合ですと、1を3に移しますから3が来まして、2は2に移すと。それから3は5に移す。で、4は1に移すですね。で、5は4に移すと。ということで、これでですね、このあごめんなさい、これインバースですね、すみません、シグママルファイのインバース逆置換が計算できましたということになります。ということで、一応その逆置換のその手っ取り早い求め方を例題を使って説明しましたけれども、何か質問ある人いますか？はい。じゃあ、逆置換をこれでクリアと。で、で、今日の最後の話題なんですけれども、五感と阿弥陀くじという話をしたいと思います。なぜこの置換にですね、阿弥陀くじの話が出ているかというのはこれから説明します。ちなみに阿弥陀くじは皆さんご存知ですかね。はい、一応阿弥陀くじについても、後で説明します。まず定義なんですが、今タイトルにありましたように五感という言葉が出てきました。です。あ、ごめんなさい、これ五感って書いてあるんですね。五感という言葉の定義なんですけれども、長さ2の巡回置換
すなわち、もう SN ですね、SN っていうのは、何度も出てきましたが、1から N までの数字を取り替える時間ですね、移す時間ですね、SN において、まあ、IJ という、2つの数字を括弧でくくったそのサイクルで表される巡回時間ですね。ただし、この I と J に入る数字には条件がありまして、I と J は1以上 N 以下で、まあ、I よりも J の方が大きいということにします。でまあ、こういう形の括弧 IJ 括弧閉じという形の巡回時間ですね。で、これは今日の授業の最初にやりましたように、長さ、この長さっていうのはこの出てくる数字の個数ですが、この長さが2の巡回時間と言いましたので、この長さが2の巡回時間のことを五間と言います。なんか世の中ではそのなんかの製品の互換性なんていう言葉がありますけれども、まあ、そういう互換とはちょっと異なる意味で使いますので、ちょっと気をつけてください。まあ、2つの数字を取り替えるっていう意味ですね。そういう意味でお互いの数字を取り替えるという意味で互換という呼び方をしています。さて、先ほどですね、このタイトルで阿弥陀くじという言葉が出てきたんですが、実はここで阿弥陀くじの話を出すのには多少理由があります。まず阿弥陀くじというのは、実は私たちが今勉強している痴漢を表すんですね。もうすでに知ってる人もしくは感づいた人もいるかもしれませんが、ちょっとこの事実について少し説明したいと思います。で、皆さん、阿弥陀くじの、定義というか、阿弥陀くじがどのようなものであるかは知っているでしょうか。多分、ほとんどの人は知ってるんじゃないかと思いますけれども、まあ、ちょっと例、阿弥陀くじの例を書きますと、例えば4本線を引きます。で、この4本縦の線の間にこう何本かこの横の線を引くわけですね。で、ここではこの横の線のことを橋と呼ぶことにしましょう。で、この橋の書き方にはいくつかルールがありまして。そのまず隣り合う縦の棒の間に橋をかけると。でそれから、隣り合う橋同士が重ならないようにかけます。あとはその橋同士が交わったりしないようにこうかけるんですね。で、自分自身の何でしょう、縦棒同士に橋をかけたりすることはここではしないことにします。まあ、多分皆さんが作った阿弥陀くじではやったことがあるかもしれませんが、とりあえずこのようにすると。それで、
阿弥陀くじのその利用目的は多分皆さんいろいろな目的に使ってきたと思いますが、そのくじと言いますので、その例えば、まあ、何か当たりや外れを決めるといったようなことに使われるでしょう。で、使い方としては、その例えば、まあ、ここに記号 ABCD と書きましたけれども、まあ、何人か集まった際に、例えば4人集まったら、4人がそれぞれの、A と B と C と D のところに、まあ、1人ずつエントリーしてですね、で、このくじをたどっていくわけですね。で、橋がかかっているところで、こう、橋を渡って次の隣の棒に移るということを繰り返しますと、例えばこの例ですと A はここに来るということですね。から、まあ、同じようにくじを解きます、たどって計算しますと B はここに来て、で C はここに来て、 D はまあここに来るというような形になるわけです。で、そうしますとですね、その実は、この ABCD それぞれの文字がですね、この場所がを移すことをやってるんですね、この阿弥陀くじっていうのは。でもう少し具体的に書きますと、この操作というのは上でその左から i 番目の文字を、の下で左から σi 番目に移すと。例えば、上でですね、A は右から、左から1番目だったんですね。左から1番目にあった A という文字を下では左から4番目に移すと。で同じように B も上で左から2番目だったものを下で左から3番目に移すと、そういう対応を考えると、実はこの阿弥陀くじというのは i 番目っていうこの数字をですね、シグマ i 番目っていう数字に移す置換と思うことができるわけですね。でそうしますと、こういう置換はですね、このシグマを1234と書きますと、この番号っていうのはそれぞれこれ左から何番目の文字っていう意味を表します。ですので左から1番目が A ですね、左から2番目が B で、左から3番目が C で、左から4番目が D と。で A は下では左から4番目に移りますから4、それから B は左から3番目に移るから3で、C は左から2番目に移るから2と。で、D は左から1番目に移るから1というふうに対応づけますと、これ実はその阿弥陀くじがですね、この置換を表しているということがわかります。で、まあ、この場合は、その、S4 といって、その S4 といって、その1から4までの数字をこう移す置換なわけですね。で、もう一つその注目すべきことはですね、この橋の意味ですね。この橋というのは実は、例えばここを見てみますと、ここでこの橋でこの C が左側に行って、右側に行って D が右左側に行きますよね。ということはここで C と D を入れ替えてるわけです。入れ替えてるっていうのは実はさっき定義した互換なんですね。しかも隣り合う2つの数字もしくは文字の互換を表しています。というところに注意してください。そうしますと、もう一つ分かることは、その阿弥陀くじの橋ですね、橋は、隣り合う2つの数字、もしくは文字でもいいんですけれども、文字の互換を表します。
ということで、ちょっと、もう少しで時間が来ますけれども、ここからいくつかの、その、性質、痴漢に関する性質を説明していきますと、その、任意の痴漢がですね、その、五感の席で表されるという話をします。が、一遍にはそこまでたどり着きませんので、まずいくつか 順番を追って、話をしたいと思います。進めたいと思います。まず取り上げる古代なんですけれども、SN の任意の痴漢は、実はこれ巡回痴漢の積で表すことができます。で、これはですね、その何を言っているかっていうと、その。巡回表示というのをやりましたよね。巡回表示というのをやりました。痴漢をですね、この巡回、表示するっていうのは、例えばその例としては、その教科書にもありましたように、一つの数字から出発して、その例えばこれやったらば1から出発して、こう1に戻ってくるサイクルを作った。それから、5から出発して6行ってまた5に戻ってきて1つのサイクルができたっていうふうに、その任意の痴漢というのはその巡回表示ができたわけですね。で、これは実はそのそれぞれのサイクルをですね、1個ずつ分けますと、それぞれのサイクルというのは巡回痴漢になりますよね。だからサイクルを1個ずつ分けてこうかけたものに等しくなるっていうことを言っています。ですので、そのもし任意の痴漢の巡回表示が得られたら、その巡回表示をばらして巡回痴漢の積にしてしまうと、実はこれはその元の痴漢に等しくなるというのが、この古代の言っているところです。で、ちょっと実はいろんな教科書を見てると、この辺のですね、説明が明らかであるって書いている本が結構ありまして、で、明らかな人はいいけど、明らかでない人は大変だよねと思ってですね、一応僕は僕なりの証明を講義ノートに書いてみましたので、関心がある人はまた後で読んでみてください。で、それでその次に説明されているのが、定理3.3 ですね。教科書68ページの定理 3.3 です。これは痴漢は五感の席という話で、任意の痴漢シグマというのは、五感の積で表せると。
ここまでいいですか。任意の置換がですね、その互換の積で表されるっていうのは、その、まあ、実際にどう表すんですかっていうんですけれども、まず、先ほどの補題からですね、SN の任意の置換は巡回置換の積で表されるという話をしました。で、ところが、教科書にもありますけれども、まあ、巡回置換一つありますよね。I1、I2、IN っていう数字が入った巡回置換なんですが、これは、次の互換の積で表されるというのが、まあ、まあ、証明の肝です。すなわち、この1番目と数字と2番目の数字からなる互換の次に2番目の数字と3番目の数字からなる互換をかけ、どんどんかけていって、最後に n-1 番目の数字と n 番目の数字からなる互換をかけると、実はこの積が元の巡回置換に等しくなるということは、分かりますというか、皆さん実際にこう移していって分かってほしいんですけれども、まあ、もしですね、その分かりにくいという人がいたら、実際にこの I1 から IN に数字を当てはめてやってみてください。例えば1、2、3という巡回置換があったとしたら、この定理のいうところだと1、2と2、3という互換の積でに等しくなりますよっていうことを言っています。まあ、これでしたら多分皆さん実際にこう数字を移すことで順番を得ると思いますので、確かめてみてほしいと思います。ということで今日はちょうど時間になりました。で、あといくつかですね、この定理の形を説明しまして、この任意の置換が実はあみだくじで表されるということを部分を説明しようと思ったんですが、そこはちょっと残ってしまいましたので、またそこから次回説明をしたいと思います。ここまで何か質問がありますか。はい、じゃあ次の演習の時間も頑張ってください。これで終わりにします。お疲れ様でした。